チャロブラ。ナマステエブリバディ。どうもチャロブラザーズのなんちゃんです。今日はマリアちゃんとのツボアでございます。ということでついに来ちゃいました。あの超有名、インドで多分一番有名な YouTuber の今日やばいやつに会ったさん、ツボアさん登場です。ついにやりました。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。チャロブラザーズ史上一番上がる動画になりますよこれは。いや僕インド来る前から見てましたから。本当ですか、ありがとうございます。いやいやいや、大したことできないんですけどね。いやいやいや。ということで、今日はツボアさんにちょっといろいろお伺いしたいなと思っておりましてですね、はい、今日ヤバいやつに会ったチャンネルの真相に迫りたいと思います、はい、行きましょう、はい、せーの、チャロはい、はい、ということで、まずどうしてインドに来られたのかって。なるほどですね、はい、とインドに来たのは2013年の10月ですね。ちょうど6年前くらいですね、ちょうど今から2019年の、はい、でももともとのきっかけと言われると僕が毎回答えてるのはたまたまなんですけど、本当に人に誘われたっていうところが最初のきっかけで、はい、まあ、それより前からやっぱりインドには興味があって、やっぱ海外で働きたいなという気持ちがすごい強かったんですよ。ただ英語もできないですし、はい、特になんかもう計画はなかったんですけど、すごいそういうことを思い詰めてた時に、本当タイミングよく知り合いからインドで働きませんかって仕事の依頼をいただいて、でまあその時僕ちょうど皆さんくらいの年で28歳、はい、29歳くらいでね、でやっぱいろいろ迷うじゃないですか、まあそうですね、私たちが YouTube 始めたみたいに、キャリアとかどうしようかなとかそうそれでその時にやっぱ今しかないと思って、なんか魔が差した感じでちょっとじゃあ飛び出してみようと、はい、ということで当時僕はあの出版系で働いてたんですよ。電子書籍とかネット書店みたいなところの関係で働いていたんですけど、それをもう仕事もパッとやめて、はい、いろんな人に迷惑かけたんですけど、でそれで辞めて、もう誘われた2週間後にはビザを取って、おすごい行動力ですね。それでやっぱ飛び出してきて、でそれがちょうど6年前 でそれがまあいわゆるきっかけではありますね。じゃあロゴだ、はい、じゃあ来た目的っていうのは自分の中で何かを変えたくてとか、そうです、新しいことチャレンジしたくてとか。そうなんです。で最初に働いたのはこっちのインドの日本人向けの不動産会社、じゃあそうそうそう、不動産をずっとやってたんですよ、はい、でそれがきっかけで、まあ最初はその現地採用みたいな形でこっちに入ってきたのがきっかけですね、はい、逆に今は何やられてるんですか。今もあの引き続き最初の会社からは変わったんですけども、はい、日本人向けの不動産ないし、はい、外国人向けの不動産もいろんなアセンだったりとか、あとは今は我々の方でサービスアパートをいくつか抱えていて、はいはい、それの運営とかをしていく中で、まあ、会社もいろいろ結構フレキシブルで僕の考え方とかやりたいことを認めてもらえるので、その中で今やっているのは YouTube 事業っていうのを、まあ、元々は一人でやってたんですけど、それはもう会社を巻き込んで一緒にやろうということで、今会社を巻き込んで YouTube 事業と不動産っていうのを2つ、基本的にこの2つでやってる状態ですね。じゃあその YouTube 事業で今日ヤバいやつに会ったチャンネルをこう、はい、撮ってるわけですね。そうなんでございます。いや素晴らしいですね。あのチャンネルを始めたきっかけって何なんですか。きっかけはそれこそ僕がその5年半前、はい、6年前に日本を飛び出した時に、はい、やっぱり急だったんで、さっき言ったみたいにやっぱり僕のお袋だったりとか友達がやっぱり心配したんですよ、はい、甥っ子とかがね。だからその、まあ、僕の本当身近な人たちに対して生きてますよ通信という意味でブログを始めたんですよ。でそのブログのタイトルが今日ヤバいやつに会ったというタイトルだったんですね。でそれで最初は本当に写真とか、はい、あの文字でインドの生活こんなことがある、こんな衝撃的なことがあるんだっていうことを毎日毎日本当毎日更新してたんですよ、はい、でもやっぱりどっかで写真とか文章だけじゃこれ伝わらないなというところを感じたので、じゃあどっかなんか一つ動画作りたいなっていうふうに思った時に、はい、たまたまあの会社の目の前にサンドイッチ屋さんがあって、はいはいはい、でそれを毎回こう一人で行ってでこう頼んでたんですけど、その作る様がやっぱりインドなんで屋台なら外でやるじゃないですか、まあ、面白いです。この作るプロセスをずっと見ていて面白いなと思ってたところで、はい、じゃあこれを最初撮ってみようと思って、でそれを iPhone でこう撮り始めたのがきっかけですね。
でそれで、まあ単純に流して面白くないから、はい、ちょっとまあ字幕をつけてないし、それやったら、うちの母ちゃんでも、はい、60超えた母ちゃんでもないし、もうまだ 3,4 歳の甥っ子でも分かるようにシャとか思い出とかパッとかシャッとかラカッとかね、そういうのをつけて出したのがきっかけですね。そうですよね。ところどころ一言コメントが入りますもんね。誰でもわかる、猿でもわかるって言ってもわかんない、あれ誰でもわかる、結構なんか愛着感が湧くというかそう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 、一言が結構いい、そうそうそう、田舎のおばちゃんでもわかるような、誰でもわかるような内容にちょっとまとめたのが、あれのきっかけですね。じゃあジャロガ、どうしてあのなんていうんですか、食事を作るっていうところにフォーカスしたのかなってすごい気になったんですけど、それはじゃあ本当にたまたま目の前のサンドイッチ屋さんがあって、ね、それを取ったっていうところから、じゃあなんか他のところもやってみようとか、そういう感じ。でもその他にも例えば電車乗り方も取りましたし、髪の切り方とかも取ったんですけど、あとはまあもう旅に行ったら旅の動画とか作ったんですけど、はい、単純にその後伸びたのが食事だったので、その後伸ばしていった感じですかね。そうですね。僕たち実は北海道出身で、あ、北海道、北海道なんで、北海道ラーメンを作らせてみたっていう動画、おー、ああね、札幌一番やりましたよ、はい、そうです、はい、あれを多分初めて見ましたね、僕今日やめやすいので、そこから何これ面白いなと思っていろいろ見たのが、そう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 、札幌への冒涜なんですよバン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 やってましたね、はい、そう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 、じゃろが、もう一個聞きたかったのが、そのインドって結構広いじゃないですか、うん、あの東南アジア全部をこうキュッてしたぐらいの土地があるって言われてると思うんですけど、うん、その中でどうしてムンバイっていうこの土地を選んだのかなっていうのを、でも正直それはたまたまが近いですね。だから最初に言ったように誘われた時、はい、僕に全く何の僕は何も考えてなかったところで誘われた場所がただまたムンバイだったんですけど、はいはい、まあでも結果的に良かったなと思ってます。デリーも多分面白いと思うんですけど、はい、狭い町で、でもここにすごい集約されていて経済都市だし、うん、日本人も少なくて日本人同士のつながりもすごく面白い中、すっごいでかい、いわゆる銀行とかが入ってる大きなビルの横にスラム街とかがあったりとかして、その間に屋台がいっぱいあるんですよ、はい、だから屋台文化がすごく面白いところで、確かにそういう意味だとネタは腐るほど面白いですね。このギャップに生まれる食文化というか、はい、そこがすごく面白いですね。いや、目のつけるところが、いやいや、まあ、たまたまからですかまあ僕たちも今、まあ、YouTube 始めてちょうど6ヶ月ぐらいですかね、頑張りましょう、うん、なりますけど、まあ、僕たちもあの少しでもインドのねイメージをこう良くしたいなっていう思いで5人集まって始めたの で、あの、はい、今後ともぜひ一緒にできたら嬉しいなと思いますので、はい、僕みたいなもんで何かできることがあったら、いやいつでも何でも言ってください。ぜひよろしくお願いします。一緒にインドを盛り上げていきましょう。いや、ぜひそうですよね。じゃろがということで、はい、今日は今日ヤバいやつに会ったのつば、はい、さんにインタビューをさせていただきました。つばさんのチャンネル、あの概要欄に貼りますので、もうあの天と地の差ですけどね、いえいえ、あのチャンネル登録者数はチャンネル登録お願いいたします昔はね、なんかかっこ悪いから言いたくなかったんですけど、今ね、すぐ何でも言いますねチャンネル登録お願いいたします、はい、僕たちのチャンネル登録もよろしくお願いいたします、ね、お願いします、はい、ではまたこれからいろいろとどんどんいろんなインド系 YouTuber としてですね、はい、インドのことも盛り上げていきたいなと思いますので、はい、今後ともよろしくはい、ではまた次の動画で会いましょう。チャロバイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。